こんにちは、シュです。今回はレガロマン公認やっていこうかなと思います。でパーティーはねこれでいきます。リーダースキルはダンジョン潜入時クリアする。さていきましょう。さあちゃんとやります。リーダースキルがチーム内の神悪魔タイプ1につき HP 回復上昇、攻撃タイプ攻撃3倍、5コンボ以上8倍。やっていきます。さっきね茶番入るために1回潜ったんだけど、この左のよくわかんないキャラ、この子がなんかねスキルを満タンにしてきたんだよね。やばくないこれ。これどうしようかな。これ継承するなってことかな。あでもファスカ変身できんじゃん。あ見てフルマックスじゃないんだね。全部溜まるのかと思ってた。ファスカ変身しちゃおう。イエーイ。でコンボするだけだもんね。いきます。さあ久しぶりのパスだな。うわ楽しみだぜ。今の環境はどうなっているんだ一体。こう組んで悪くないね。悪くない。これ光は組めるけど組んどこうか。あ、ターゲットにな、あ、全体攻撃激アツじゃん。これちょうどターゲットになってるからね。どれぐらい？エグゾディアはね、あ、これね、なんとね、私ずっと、エグゾディアって言ってたんだよね。なんだけど、リーダースキル見たら、エクゾディアなんだよね。グじゃないんだよね。へえーと思って。え、どうしようこれ使っちゃった方がいいかな。継承のカオティックコール使っちゃおう。あれこれ回復含まなかったっけ。で、こんな感じだね、継承。わかりました。これ使って、で、これ使います。これあれの武器だよね。なんだっけ、スーパーマンコラボみたいなやつの、あれ、あれのコラボですよね。これマジ強いよね。あー、追撃はね、組まなくていいんじゃないかな。あー、これ 70% だもん。ちょうど 70% いってないんだね。まあ、しょうがない、これは。どうせこんだけ、いや、全然回復ってこないんだけど。まあ、しょうがないね。え、どうしよう。マジで回復ないな。精神統一だって。混沌な世界。熱すぎ。回復ちょうど欲しかったから。ここでとりあえず、回復だけもらってコンボ。むずくないパズドラ。こう組んで、そこ水落としにして終わろうか。オッケー、完璧な計算通り。これ多分右は倒す、いや、倒せないかな、これ。どう？あ、オッケー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 。あ、しかも根性切れた。で、多分残り2ターンでリミットバーストが飛んでくるんですよ。いや、正直ね、エクゾディア、リーダースキル的にはね、軽減もないし、多分そんなだろうね。あんまリーダーでは使わないんだろうね。ただ私、好きなんで使います。これで、どうかな？おっと、ざっざっざ、そこ倒せんの？マジで熱い。なんだっけこれ、名前。リリスだ。おっちゃん、あれ持ってるよ。覚醒無効回復。素敵な夢を見せてあげる。いきます。これ、消せないドロップ、バインド覚醒状態全回復。これもスッパーマンコラボのやつだね。うーわ、熱っ。しかもヘイスト持ち。え、なんか初見濃厚あるかも。やっぱ、私、うまいんだよね。あー、これ、あれ欲しいですね。火。で、引っ越う、うまい！これで 50% 根性だから、持ってきるはず。いいね。うわぁ、十字組めとくべきだったな。ちょ、ミスっちゃった。一応、闇か光の十字でこれは消せるんだよね。なるほどね。なるほどね。なるほどね。うわ！ファスカ溜まってる！私で、これでこれ使って、光の十字決めようか。決めれるかな。やばい。光わかんない。もらっちゃおう。頼む、そこ光やっちょい！やばい！しよしよし！熱すぎ！マジ初見濃厚ある。そう、十字入れてこう、十字。マジルーレットじゃん。誰君？ウラノスのお父さんみたいに出てきたんだけど。十字入れてこう。
私を倒してみろだって。さあ来い。これ私の長年の経験だとカウントダウン系だと思うんだよね。ただそんな保証はないんで、まあ普通に行くんだけど、あ、ここに火持ってこようか。火持ってきて、でここで緑落として、いいんじゃない、まあまあまあ良くはないけど悪くもないんじゃないかな。なるほど、落ち込んなしか、本気を出せ。うるさいな。確かに6コンボだったけど。やべ、これあれだ、 75% 軽減。いや、ルーレットマジ邪魔くせ、マジで邪魔くせ。いや、ミスった、出だしミスった。これで闇落として、いやこれ木だな。あー、こう組んで光もう1セット組みたいよね。ここコンボ加算ないのか、エクゾディア。いや、熱い熱い熱い、本気を出して、ここで決めます。キーもらい、あー、これ回復落とし、光でこう、あー、そこごめんなさい、7コンボ組め、でもこれ倒すんじゃない、闇だし、つまらない。ツンデレだな、ほんとは面白いくせに。でヌラリヒョン使っちゃっていいかな、使っ、逆にこれ最終ターンに倒せって考えたらマジで神調整だね。すごいポジティブに捉えるなら、やっちゃって、頼む頼む頼む、ガチ頼む、ガチ頼む、しょぼけなすタコ、オッケー。さあ6回、豪山ゼミオンを、何それ。ワンダフルすぎない？え、何それ、やばくない？いや、やばいよね、これ耐えきれるかな。いや、逆にこれ耐えきれるなら熱いけどね。もうルーレットも全部終わらせてみたいな、回復残してこれな。いや、じゃあ落ち込むなくなるの悪い。いや、これ、いや、いや、回復は上書きできるんだよね。これ、ファスカで一回指延長して、トールで回復力上げとこう。確か上げれるよね。わー、これちょっとカットします。10ターン後の攻撃に期待するしかない。ここでマジ優しい攻撃来ないともう無理なんですよね。何？コンボドロップ持ち？ OK。ここで、残り2ターンだね、みんな。回復はね、2セット、いやーどうしよう、1セット、いやー2セット消しとくか、念のため。こう来て、いやーこれ分割した方がいいな、絶対。こう来て、こう来て。これ光つなげたい。OK、いいね。少しでも回復を呼びたい。いやー回復間に合って、2セット降ってきて、オッケー、熱すぎ。でですよ、いやーこのターンだね、ここ耐えれば私マジでチャンスあり。で落ち込んなし、いつ終わんのかなと思ったら闇の99ターンじゃ、闇のデュエル始まってんじゃん。いやーこれ回復は多分間に合うと思うんですよね。ただ吸収が切れるタイミング、何してくるかな、頼む。くっしょ、2倍か。ここは見てください皆さん、負けたと思ってるでしょ。私は全然思ってないよ。水もうじゃ、まずスキル確認オンで、これ見てください、一旦の間ダメージ吸収を無効、ダメージ無効貫通、一旦の間光と闇属性の攻撃10倍炎波かけます。で、ヌラリヒョン使います。いやー、これ、これ、十字にする方法ってありますか、皆さん。いや、ないよね、多分。これじゃないかな。いや、頼む、マジで頼む。言ってくれ、10番エーハか、優しさのその先へ。うわ、もう無理。皆さん、ごめんなさい。コンテしました。もうしない。もうしない。お、ボスじゃん。あれ？
天使、うわ、根性 1% ある。吸収はね、エクゾディアが残り5ターンでたまるね。うわ、耐久できんのかなこれ。とりあえず吸収されるから、また吸収のあれ見てみようか。量回復残しで2000万10万100万1億か。これいい感じに削れんじゃない。あ、いいじゃん。お、逆にありなんじゃないこれ。なるほど、使っちゃっていいよねこれ。この後バインドとかの可能性も考えると、いい、おっ、熱い。で、ボーイズはこれ使って、ここで、吸収はなくなったんですよね。まず、実質あそこでしか負けてないもんね、まだ私。あー、気繋がるなぁ。OK、せめてもういっぱい消したい。これ、回復間に合わないんじゃないかな。落ち込ん。回復。いやー、きついものがあるかな。勝った。頼む。これ、エクゾディア使って、持ってけるかな。いや、持ってけないのかな、これ。いや、いけるな。間違いなくいける。10倍円派だからね。そこに来て光。そこ右光行って待ち、頼む。ああ光のローリングエルジ。いや、硬すぎだろ。いや、多分カンストしてたよね。もうそのレベルじゃないんだろうね。カンストとかカンストじゃないとか。もう理論的に通んないんだろうね。うわー、これが今のパズドラか。いや、正直、これ、闇落とします。正直、むずすぎない？さあ、皆さん、ここまで来ました。さあ、これもう 1% 根性。何してくんだろう。いきます。多分 1% までは持っていけると思う。やられるのかな？覚醒無効とかにしてきてほしい。火力優しすぎない？エグゾディア、一応最新のキャラだよね。まあ、リーダースキル的にはあれかもしんないけど。マジ？いや、これ濃昏してる人すごすぎ。え、これ、どんだけ優しさでできてんだよ。おぐりしゅんか、お前は。オッケー、やっといけた。覚醒無効とかにして。はぁ？何それ普通じゃん。根性とかじゃないじゃん。もうなんか、俺死ぬからお前もうみたいな。そんな感じじゃん。1500メートル一緒に走ろうって言って、置いてくやつじゃん。もうか、無理だよ、こんなダンジョン。今のパズルはこんなに厳しい世界になっていたのか、私が知らない間に。大変だぜ。オッケー、ボスだよね。これはボスじゃないよね。怒号じゃないんだわ。何来る？噴火と共に力が宿っていく。お、なんか瀬戸みたいだね、イラストのテイスト。温度上昇だって、こっちは冷めきっとるわ。地盤変動。あ、来た！ 7×6 バス！いや、これはいけます。ボル。ファスカいるんですけど。うわ、またワン、おならでた。ワンパンでやられるじゃん。いや、でもなんかかっこいいパズル決めときたいな。キャーかっこいいみたいな。キャーブスみたいな。オッケー、まあ悪くないでしょう。盤面数、あ、最大ではないわ。これなんか10コンボ以上するとみたいのないの？俺の心が変わったみたい。お、あー、なんだに、いや、2ターン脇か。軽減も晴れしないし、まあ、とりあえずのあがきとして光残しとこうか。光残すことにより、何かが起きるかもしれないしね。はい、勝利の一手だね。仲間のために次を残したみたいな。おお、主人公、来た！すごい光を、頼む、マジでやめて。本当にやめて。あー、なるほどね。これ削り切ればよかったんだ。あ、これは私のミスだな、完全に。突きつけられたようだ、この盤面。あー、なるほど。いや、これは足悪いわ。あの盤面で削りに行くべきだったんだね。
あー、ちょ、申し訳ない。これは本当に申し訳ない。3ターンの、いや、いけたね、3ターンのうちに、正直。あ、いけた、いけた。あー、逆にこっちの方が弱くない？あ、でも覚醒無効食らってたのか。じゃあ無理じゃん。あ、でもあれ1ターンだけか。うわ、これはちくちゃ悪いな。マジで申し訳ないな。俺はワンチャンいかないね。さっきの感じだと。いける？おい、何してくる？アグルチートだって、チーターだ。これ倒しに行っちゃおうか。これ使って、10倍円波使って、なんかボス手前の方が強かったね。いや、どうしよう。いや、これ重視と無効貫通どっちの方が良かったんだろう。無効貫通でみんなの火力上げた方がいいんじゃないかな。勝った。来ました。